はい、どうもです。今日はですね、なんと皆さん聞いてください、新しい水中銃を購入しました。いつも使ってる水中銃と比べるとかなりね、小さめになるんですけども、こちらはですね、夜用の水中銃になります。夜はね、手盛りにこだわってね、魚釣りしてたんですけども、ついに購入ということで、今日はこちらを使って魚を取りに行ってみようかなと思います。いや、何が取れるだろうな、楽しみです。それでは行きましょう。ということで、夜の海にやってきたんですけども、なんと今回初めて赤ウミガメに遭遇しました。小学校2年生からね、海潜ってるんですけど、初めて出会いました。よくいるのは青ウミガメって言って違う種類なんですよね。ということで、今回はガンガンに魚を探していきます。夜は基本的には魚は眠ってて、岩の下とかに隠れてるんですね。なんでこんな感じで魚がいそうだなと思う場所に潜っていって、でそっから海底で魚を探していきます。ちなみにここは水深10メーターほどでしょうか。いつもはこういう探してるシーンはカットしてるんですけど、まあこんな感じで結構ね、探してる時間の方が長いんですよね。残念ながら魚はいませんでした。浮上していきます。そして岩の隙間もくまなく探していきます。とここでようやく何か見つけたようです。潜航開始。どうやら岩の隙間に何かいるようです。さて、体をねじ込んでいますが、何がいるのでしょう。こちらがマサル視点です。伊勢エビが歩いています。狙いを定めてゲット。こちらはカノコイセエビ。さて、また何か発見したようです。潜航開始。ゲット。こちらもカノコイセエビです。ちなみにギーギー言ってるのはイセエビの威嚇音です。触覚で音を鳴らしてます。さて、そろそろ魚が取りたいところ。いました。寝ぼけて泳いでるところをヒット。ということで、水中銃初の獲物はオキナメジナでした。この魚は手盛りだと難しいんですよね。それでは脳天締めをしていきます。オキナメジナ、こいつはうまいぞ。さて、どんどん行きましょう。水深は7メーター。今度は岩の下に魚を発見しました。狙いを定めてヒット。ニザダイ。こちらはニザダイ。内臓が臭い魚なので、その場で血抜きして内臓まで取っていきます。今度は何やらうねうねした生物が。狙いを定めてヒット。こちらはキリアナゴ。今回はこの魚をさばいていきます。今度は海底に魚の影が見えたので潜っていきます。海底まで行って確認すると意外と小さかったので、つくのはやめときました。自分で取れる魚を選べるのも魚つきのいいところですよね。さて、今回ラストの魚を狙っていきます。今回は岩の中に何がいたのでしょうか。いました。石垣台です。にしても濁りがひどいですね。そして最後、岩にへばりついているとある生物を捕獲。ゾウリエビです。それでは家に戻ってさばいていきましょう。はい、ということで、ね、戻ってまいりました。やっぱ水中銃だとね、かなり取りやすいなと思ったんですけど、びっくりするぐらい魚いなくて、あんまりね、大物はつけなかったんですけども、まあいつかそういう映像もね、みんなに見せたいなといったところでですね、今日は2品魚をさばいていこうかなと思います。今日さばく魚はニザダイとキリアナゴ。
まあ、ちなみなんですけど、この2匹売れないです。まあ、いいとこ。2匹で30円といったところでしょう。30円もらえればいいけどな。多分売れ残る。大体売れ残るんですけども。今日は美味しい料理にしていこうかなと思います。ということで、早速、観察していきましょう。はい、まずはニザダイですね。あんまり見たことないと思うんですけど、この魚は結構日本中どこでもいます。ただ市場に並ばないんですね。骨の出っ張りがあるのが特徴的で、ここが3つあるから、三の字って呼ばれてることが多いです。で、この魚は内臓がめちゃめちゃ臭くて、匂いが回るのがとんでもなく早いです。なんで、海の中で内臓は取ってます。まあ、こういうちっちゃい口をした海藻を食べる魚って、匂いがね、出ることが多いんですよ。そしてこちら、キリアナゴですね。生きてる時はしましま模様が特徴的な魚なんですけど、死んじゃうと普通のアナゴとあまり見分けがつかないですよね。まあ、あんまりね、数が取れる魚でもないんで、まずね、市場には上がらない魚ですね。一回だけサバイ食べたことあるんですけど、結構淡白な味だったんで、今日はちょっと濃いめな味付けにしようと思います。ということで、早速、調理していきましょう。じゃあ、まずはキリアナゴから調理していきます。ぬめりがすごいんで、ぬめりをね、一応落としていきます。塩をかけていきましょう。ぬめりがすごいからな。じゃあこれを洗い流していきましょう。まあ、こういうひと手間がね結構大事ですから。あ、だいぶぬめりなくなった。これなら食べれそうだ。じゃあ今日はね、蒲焼きなんで開いていきましょう。まあ、ちなみにアナゴのさばき方全然知らないんで勘でやります。まあ、意外と魚とかもね、勘でいきますから。さばくのそんな難しい話ないですからね。やってみたら意外とできるし面白い。みんなもね、いつかやってみてほしい。アナゴって普通目を刺して捌くんですけど、目刺さないと固定できてなくてやりづらいですね。尻尾だろ。結構身がしっかりしてるわ。締めたてだからかな。ちょっとさすがに集中するんで無言になります。骨の形を今感じ取っていってます。骨硬くね？バリゴリゴリ言ってるぞ。内容物くせえな。ウミヘビの腹の中と同じ匂いがする。くっさ。はい、こんな感じです。で、このついてる内臓がとんでもなく臭いんで、これ洗い流していきましょう。くさ。魚の身は真水が増えるとふやけちゃうんで、塩水で洗っていきます。にしても臭いなこれ。まあ、ちなみに塩水で洗うと普通に身の匂いとかも取れるんで一石二鳥ですね。ちょっと傷んでるんだね。胃袋の中に結構消化途中のものとかが入ってると、そこだけ腐ったりするんですよね。もうちょっと早くさばけばよかった。いいだろ、腐ってても食えんだろ。じゃあ、水分を取っていきます。ここまでやればね、だいぶね、綺麗な身になりましたね。もう見た目完全にアナゴじゃん。ただね、これ触ってみてわかるんですけど、骨硬そうだね。あー、強く鍋で煮たい。ただ今日は蒲焼きにするって決めてるんで、蒲焼きにします。まあ、サイズ的には、このぐらいですかね。このぐらい。このぐらいのサイズにします。ちなみにね、アナゴは天ぷらがめちゃめちゃ美味しいんですよ。切りアナゴが美味しいかわかんないんですけど、煮アナゴで食べるより全然ね、天ぷらが美味しい。じゃあ塩コショウかけていきます。で、次、片栗粉です。栗粉をまぶしていきます。いつも袋でつけてるんですけど、この造形はなんかちゃんとパン粉を手でつけた方がいいなと思った。袋で適当にやってもつかなさそう。たまにはちゃんと料理します。おそらくね、尻尾は骨密集してるんで、多分めちゃめちゃ硬いはず。まあ骨なんて噛めば食べれるんでね、気にする必要はないんですけど。はい、じゃあそしたらこちらを揚げていきましょう。火つけるの忘れた。後でいいか、あの火つけるシーンは。セット。じゃあ入れていきましょう。早かった。くそ早かったぞ。よし、2回戦も上がったな。うまそうやな、これ。皮も食おうかな。ぱっと見うなぎやん。じゃあ次はですね、蒲焼きのタレを作っていきます。準備するのはみりん、酒、醤油、砂糖です。で、まずみりんで、酒で、まず火をかけてアルコール分を飛ばしていきます。めちゃめちゃ火つくはず。火が止まったらアルコールが飛んだっていう証拠ですね。で、アルコールが飛んだらですね、ちょっと水入れていきます。お水で、ザラメ、そして醤油ですね。
で、これをちょっと煮詰めたものに唐揚げを入れたら完成です。で、ただタレをつける前に皆さん忘れてないですか？煮ザダイです。煮ザダイの刺身を作っていきましょう。さて来ました、煮ザダイです。まあ、結構ね、まずい魚として知られてるんですけども、なんかね、身自体はすごい旨味があって美味しい魚なんで、取れた瞬間に内臓を取って血抜きすればもう割とね、美味しいんですよ。ただちょっとこいつでかい、結構ね、でかいんですよ。 1.7 キロぐらいあるんじゃないかな。で、こいつはでかければでかいほど臭いって言われてます。なんで、まあ本当はね、こんぐらいのサイズのやつで、冬の脂が乗ったやつが一番美味しいんですけども、こちらの大きい煮ザダイはどうでしょうといったところでやっていきましょうか。まずは頭を落としていきます。じゃあさばいていきます。なんか煮ザダイは僕のサバイバルでよく出てきてますよね。やっぱね、サバイバル中はこういう味が濃い魚がね、やっぱ食べたくなるんですよね。てえな、多分こっぱ寿司だったと思うんだけど、キャベツを食べさせた煮ザダイが美味しいみたいな感じで販売してましたよね、回転寿司で。あれなくなっちゃったのかな。いい試みだと思ったんだけど。で、これお腹の中ね、まだ汚いんで、これ洗っていきます。魚の内臓をその場で処理するときは一つ気をつけなきゃいけないところがあって、魚の血抜きしてたじゃないですか。あれって実は心臓の鼓動で、あれ血が吹き出てるだけなんですよ。なんで、心臓取っちゃうと血出なくなるんで、血がちゃんと抜けてから内臓取りましょうね。ちなみに心臓はなんか締めてから5分10分ぐらい動いてますね。普通に死んでも心臓動くんですよ。皮硬、もうこっちでいけるんじゃないか。あー、でもなんかこの包丁入れてる感じ、水っぽい感じがするな。サバイバルで煮ザダイさばきすぎて、なんか包丁入れただけで煮ザダイの水っぽいかどうかっていうのが分かるようになってきたんだよね。でもサバイバル中ってさ、すごい感覚が研ぎ澄まされてるからさ、一度やったことを忘れないんだよね。普段はもう物忘れ激しいんだけど、マジで忘れない。あれなんでなんだろうね。なんか人間死ぬ気でやれば物覚えとかも良くなるのかもね。最近寿司屋の人とね、話してて、あれ水っぽい魚どうしたらいいんですかって言ったんですけど、塩で水抜くといいよって言ってたんで、ちょっと今日それをね、試してみましょうか。塩をかけると魚って水が抜けていくんですけど、やっぱ一流の寿司屋とかなると、お客さんが来るタイミングに合わせて塩を振ってちょうどいい水分の抜け方に調整するんですって。あれすごいよね。普通の居酒屋とかさ、切り身で適当にポポポーンって置かれたやつを出してるだけだから結構匂いが出たりするんですけど、一流のところはすごいんだなと思って。まあそこ食べ行ったことないんで分かんないんですけどね、どんな味かっていうことでね、切り終わりました。これね、やっぱちょっと水っぽさがあるんで、水抜いてみましょうね。これね、めちゃめちゃ硬いんで、ここ切ります。包丁入んないんで、ここね、ちょっともったいないんですけどね。で、半身にしていきましょう。水っぽい煮ザダイですら美味しく食べれるんだったら、もう激アツだよね。じゃあ皮をね、引いていきましょう。なんか皮と身がめっちゃひっついてるな、この魚。よし、オッケー。結構ね、見た目綺麗ですよね。匂ってみよう。時々ね、ガソリンみたいな匂いがする煮ザダイいるんだ。おおおお。うわ、臭すぎてくしゃみ出た。おお。今ね、撮影してるのは3月20日なんですけども、ちょっときついなこれ。くさ。冬の煮ザダイは美味しいんですけど、夏にかけてね、臭くなっていくんですよね。これ今から食うの俺。洗いにします。これはね、刺身はきついわ。いや、ちょっとこいつは外れ答えかもな。魚に対して言うのは良くないんですけど、公衆トイレと同じ香りがしますね。まあ、ここ切ってしまえばね、綺麗に見えるんですけどね。これ切ってから洗いにします。だいぶ匂いきついですね。塩分濃いめでやりましょう。これはちょっと辛すぎるな。魚の体内より濃い塩分濃度の塩水につけると、魚の身から水分と一緒に臭みが抜けていくんですね。まあ、あんまりやりすぎるともう塩味になっちゃうんですけど、洗いにしては塩が濃すぎるな。一夜干しになる勢いだと。これはね、裏話なんですけど、サバイバルの時にね、チア干しとか作ってたじゃないですか。一番最初のサバイバルの時作った時に、塩分濃度薄すぎたんでしょうね。めちゃめちゃハエの卵を見つけられてて、すごく不愉快だったんですけど、食べました。まあ食えんだろうと思って食ったら、まあ食えたね。よし、いいんじゃないか。やっぱ煮ザダイでかいと臭いんだなぁ。ちょっともう、でかいのは取るのやめよう。美味しい時めっちゃ美味しいんだけどなぁ、煮ザダイ。あ、まだ臭い。今までの魚で一番臭いかも。そうか、3月はダメなのか。まあ、塩焼きとかにすると、まあ、こんぐらいの臭さでも全然食べれるんで、後でね、塩焼きにしようと思います。刺身でね、なるべく美味しく食べたい。わー、臭っ。ここ
まで処理して臭い魚は久しぶりだな。いや、ここまで処理して臭かった魚今までいないな。久しぶりじゃねえぞ。初めての体験だ。あ、見た目美味しそうなのにね。じゃあラスト、蒲焼きを作っていきましょう。切りアナゴの唐揚げをですね、こちらに漬け込んでいきます。こうですね、この衣にね、しっかりと味を染み込ませていきます。これをね、イワシとかでやるとめっちゃ美味しいんだよね。じゃあ盛り付けていきましょうか。おお、完成です。これはうまそう。はい、それでは完成しました。いただきます。今までいろんな刺身さばいてきたんですけど、一番臭いかも。ちょっとこっちはね、怖いんで後にして、まずは蒲焼きから食べていきましょう。いただきます。めちゃめちゃうまいやん。めちゃめちゃ骨あるけどね。喉に刺さらないぐらいのトゲだわ。サンマを丸ごと食べれる人は食べれると思う。割と太い骨が、めちゃめちゃぎっしり詰まってる。ただ味はめっちゃうまい。あ、ご飯欲しいこれ。まあ、骨はあるんですけど、めちゃめちゃ味いいですね。身ふわふわで食感もいいし、なんか魚の風味も旨味もすごいいい感じ。超美味しいわ。アナゴっぽい、なんかガツンとした旨味はないけど、普通のアナゴよりはね、もっとさっぱりした感じ。美味しいわ。ここまでの旋律を覚えるのは海牛以来かも。いやー、これはやばいぞ。だってこの距離で公衆便所の匂いがするんだよ。食べれるのかな。いただきます。まあ、臭いものほど美味しいって言いますしね。食べよう。ダメだなこれは。ダメだなこれは。あの、一つだけ押さえといてほしいのは、魚って同じ魚種でも取れる時期とか大きさで全然味が違くて、俺が今ニザダイ、こっからとんでもない酷評をするけど、全部のニザダイがまずいわけじゃない。美味しいニザダイもあるという前提で聞いてほしい。だって牛とかもさ、同じ種類でも超 A5 ランクの和牛っていうのもあればさ、すっごいパッサパサの、これ噛み切れるんかみたいな赤身もあるやん。同じ牛でも違うやん。そんな感じで違うわけよ。その上で言うんですけど、公衆便所食ってるのかと思った今。やばいなこれ。ただ旨味はすごいぞ。紅茶ないと飲み込めないけど、旨味はすごいぞ。ちょっと癖になるかも。この臭さに耐えられるようになれば、これ美味しいかも。あ、臭っ。息をしないように食べればいいんだよ。あ、いけるわ。美味しいわ。匂いが臭いものは鼻つまえばいいんだ。牧場の香りがする公衆トイレって感じですね。すごいなこれ。海の中で内臓を取ってあんだけ血抜きして洗いにまでしてこの匂いってことはちょっと無理だな。俺のできる限りはやったよ。もうこれ以上無理やな。とんでもない食材やなこれ。いや本当に、あの、いい時はめちゃめちゃうまい魚なの。こんなうまい魚あるってぐらいうまい魚なの。はい、それではごちそうさまでした。売れない魚2種類ね、食べてみたんですけども、まあやっぱ売れないからにはそれなりの理由があるんですね。でもなんかちょっと悔しいよね。ニザダイのね、匂いを抜く方法、アイディアがあれば皆さんね、ぜひぜひコメントで教えてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。